今日は2月14日、バレンタインデー。ヒュー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 、どんどんパフパフパフドーン。匿名区男女がリア充の予感です。ということで、今日ハウスに来ましたら、僕のところに、チョコレートがハウスに届けられてました。というか落ちてました。というか拾い集めました。ということで、それがここにあるんですが、すごい、チョコレートですね。見えますかね。これなんか結構いいチョコレートです。藁入りですね。出来たてですね。で、これがチョコレートかな。いや、でも、これずっとこれが何かってちょっと考えてたんですけど、もっとよく見ますか。いいですか。食べますか。これですけど、これは多分ですね、多分っていうか、これ、はい、僕の長靴見えてます。ここのこれ分かりますかね。今チョコが生まれるんですけど、これですね。これ見えますかね。これはい、これはい、これです。この長靴の、この溝、かかと部分のここにですね、泥が詰まって圧縮されて、こういうチョコレートになったんかな。いやー、でも嬉しいですね。6個もチョコレートもらっちゃいました。じゃあ、食べてみましょうか。あーって食えるか、ボケー。こんなもん泥じゃねえかよ。こんなん願い下げた。もうあー、はい、ということで気を取り直して、今日はですね、株元冠水、ちょっとカメラアングル確認します。大丈夫そうですね。株元冠水という作業をやっていきたいと思います。その前にちょっと機材を軽く説明します。まずですね、ここに昨日から溜めておいたお湯があります。で、ちょっとこう防音時計を差しておいたんですが、この若志太郎の働きによってですね、すぐ温度が下がっちゃうんで一瞬しか見えないですけど、はいはい、これ、はいはい、40度いきました。見えます。40度、はい、40度になってますよね。はい、で40度になってます。ちょっと暑いかもしれないですね。まあでも大丈夫でしょう。で、これが導粉と言われる、まあ水を汲み上げて、このポンプからホースありますね。こっちが、水をポンプから吸うホースですね。これがここにつながっていて、この機械が、動き出すと、圧力かかりまして、こっちの導粉をから出ている給水のホースですね、こっちにつながります。で、ずっと伸びて、ここに来てます。入ってますね。そうするともう吸い上げてタンクに戻して循環ですね。で、ここにあの3つ穴があると思うんですけど、これ、まあ、普通のエンジンオイルなんですけど、まあ、オイルを毎回使う前にですね、こうポチポチと2滴ぐらい、入れてあげてください。油が重要です。で、ですね、そんなところですかね、機械は。で、まだ今電源入れてないので、電源入れるとここのモーターが動き出して起動します。で、ちょっと入れて電源入れるとうるさくなるので、なるべく、まあ多分テロップかなんかでごまかしますが、早速電源を入れてみます。はい、動き出しました。トト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 トくれていきたいと思います。で、今取り出すと、おっと、暴れてますね。暴れてる、やばい。これは一回直しますか。どう直すんだろう。これはですね、ここで、まあハンドルじゃない、レバーがついてまして、押すと水が出ますって。これちょっと何これ、昨日はこうじゃなかったのに、やめてよ。
これ欠陥っすかね。やり直さないとダメかな。ということでちょっと離れて直しますね。まあいった、こんなことになっているとは。この棒の先ちょっと何もついてないんですけど、そこにまあボロ切れですねを巻きつけて、こう巻きつけてしっかりとまとめて、こうですね、こうです、はい、ギュッとやります。で押しますね。あ、ダメだこれ。まあいいか、このぐらいだ、いいかな。本当はあ、わかった。ちょっとここはま前回しで編集でやりますんで、ちょっとしっかり時間かけて直したいと思いますね。こうかな、これなら一応バババババとならない感じですかね。はい、こうです、はい、こうですね。あ、いい感じですね、最高で、これあの本当はですね、このレバーにここに金具ついてまして、こう押した状態を固定できるようになったんですけど、その部品がどこかにちょっとですね、これ、まあ、あのハウス部品なんですけど、これをあれで挟むと、ずっと待て続けるっていう感じで、やっていきましょう。また水が入る上に出てますけど、ここにまあこんなこっちにこんな感じですね。あんまりちゃんとできてるような、できてないような感じです。で、ちょっとこれ掛け声がありまして、僕のこだわりの。いきますよ、掛け声。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、で、違うバージョンが、1、2、3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 、って、これで、まあ、リズムを取っていきましょう。皆さんも一緒にどうですか ?1、2、3、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 1、2、3
らい。ワン、ツー、スリー。1、2、3。疲れますね。で、これ、失敗してますよね。もうちょっと、一回止めます。ここ飛び。はい、ってさ、これどういうこと？さあ、あんだけ、勘弁してよっていう感じですね。なんで圧が強すぎるのかな。昨日もこんなことなかったんですけどね。これをこう、これをこう。こんな感じだったのかな。ちょっとこれで。薄くでやってみましょうか。そうですね、はい、止まりました。勢いは、このぐらいだったらいいでしょう。1、2、3、ワン、ツー、スリー、スリー。で、これ拡張版がありまして、1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、1、2、3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 。ちょっと待ってください。これですね、かぼちゃの葉っぱがここから出てきてます。こういうのはほっとくとかぼちゃになっちゃいますんで取っておきます。気づいたら取りましょう。はい、こんな感じですね。もうずっとこれをひたすらひたすら終わりまでやっていきます。で、まあ、カモト関水は、まあ、ほとんど毎日の作業なんですけど、難しくもなんともないですね。はい。ただこういう機械、わあ、これすごいな。どうしたらいいんだ、どうしてほしいんだ、これ。まあ、いいや。ということで、今回はこれぐらいにしたいと思います。でですね、前回動画の回答なんですけど、結構難しかったと思いますね。これですね。途中僕動画で、間違ってるんですよね。なのでかなり回答率低か、回答率じゃない、正解率低いと思うんですけど、正解は粘着板です。はい、防虫板ではありません。はい、粘着板ということですね。で、またクイズなんですけど、何にしようかな。とりあえず冒頭でですね、私が、チョコレートを紹介したと思うんですけど、そのチョコレートはどこからできたか。あ、ごめんなさい。チョコレートじゃないです。泥です。
はい、あのチョコみたいな形状してるあの泥は、どこのもののどこの部位からできたものでしょうか。またこれも難しいですね。ということで、波紋と完成作業、これから最後までやってきますんで、応援よろしく。そういうことでグダグダになっちゃいましたけど、それじゃまた。はい、またやってしまいましたね。あの足元全然撮影されてないっていう状態。ちょっと補足で、株元冠水、株元冠水ですねをやっていきたいと思います。こうですね、こうマルチがあるんでそこに水がこう溜まっちゃって中に落ちないっていうとおまぬけなんで、ちゃんとここに入るようにこうですね、1,2,3 ですね、1,2,3 です。あとここのここによく引っ掛けてとか葉っぱに引っ掛けてとか折っちゃうときがあるんでそこだけは気をつけてください。1,2,3 です。1,2,3 です。はい、以上です。シャタ農園シャタがお送りしました。それじゃあまた。